第四回。四十三番。そんなことを言った覚えはないんだけど。一。言いましたっけね。二。言わない方が良かったのに。三。言ったよ。確かにそう言った。四十四番。この問題。 俺もうお手上げだよ。一。もうできたの。早いね。二。もう少し頑張ってみなさいよ。三。簡単でよかったね。四十五番。あの。お手すきでしたら。ちょっと。一。 はい大丈夫ですよ何ですか二それは困ったなどうしようか三あそれはどうも申し訳ありません四十六番あの今少しお時間いただいてよろしいでしょうか一ええー、あげますよどうぞ二 そうですね。何時でも構いませんよ。三。はい。何でしょう。四十七番。明日からでしたっけ。休暇。一。あ。その間よろしく頼むよ。二。うん。明日は休むよ。悪いね。三。え。明日から休み。 いいなあ。四十八番。待て、まだ話は終わってないんだから。一。もう、うんざりだわ。二。え。どんな話だったの。三。え、なんで。その続き、聞かせてよ。 49番そんなことが通る世の中だと思ってるのあきれた1そうかみんながあきれたんですね 2> 2そうかやっぱりダメですかじゃああそこは通らない方がいいですね50番 もし君が手伝ってくれなかったらと思うと、ぞっとするよ。一。すみません。今日は忙しかったので。二。なんとか間に合ってよかったです。三。私でよろしければ、手伝いますよ。五十一番。この間の話、あれ。どうなりましたか。 それがまだ決まっていないんですよ 2> 2あれはとても分かりやすかったですうーんどうしましょう52番たけし喜ぶよきっとじゃあ もうちょっと待っててえけしに会わないの53番先日お約束した件ですがなかったことにしていただけないかと1それはちょっとこちらはもう動き出しているんですからそうですか。 では、よろしくお願いします。三。では、具体的な内容が決まったら、連絡してください。五十四番。あなた、なんてことをしてくれたのよ。一。はい、では、説明しましょう。二。本当に申し訳ございません。三。はい。 感謝の気持ちでいっぱいです。五十五番。しかし、よく降るもんですね。一。ええ、傘はいりませんね。二。ええ。これで、五日目ですものね。三。ええ、月に二三回降ります。 五十六番。一体、いつになったら出来上がるんですか。一。すみません。いつになるでしょうか。二。すみません。もう少しだけお待ちいただけませんか。三。すみません。待たせていただいていいですか。第四回。 43番そんなことを言った覚えはないんだけど1言いましたっけね 2> 2言わない方がよかったのに言ったよ確かにそう言った <noise> 44番この問題 俺、もうお手上げだよ。一。もうできたの早いね。二。もう少し頑張ってみなさいよ。三。簡単でよかったね。四十五番。あの。お手すきでしたら。ちょっと。 一、はい大丈夫ですよ。何ですか。二、それは困ったな。どうしようか。三、あ、それはどうも申し訳ありません。四十六番、あの今少しお時間いただいてよろしいでしょうか。一 ええ、あげますよ、どうぞ。二。そうですね。何時でも構いませんよ。三。はい、何でしょう。四十七番。明日からでしたっけ、休暇。一。あ。その間よろしく頼むよ。二。 うん、明日は休むよ悪いねえ明日から休みいいな48番待てまだ話は終わってないんだから1もううんざりだわえどんな話だったの 三。え、なんで。その続き。聞かせてよ。四十九番。そんなことが通る世の中だと思ってるの。呆れた。一。そうか。みんなが呆れたんですね。二。そうか。 やっぱりダメですかじゃああそこは通らない方がいいですね「50番もし君が手伝ってくれなかったらと思うとゾッとするよ」1「すみません今日は忙しかったので」「なんとか間に合ってよかったです」 三。私でよろしければ手伝いますよ。五十一番。この間の話、あれ。どうなりましたか。一。それが。まだ決まっていないんですよ。二。あれは。とてもわかりやすかったです。三。うん。 どうしましょう。五十二番。たけしが来るんなら、俺は帰るよ。一。たけし喜ぶよ、きっと。二。じゃあ、あもうちょっと待ってて。三。ええー。たけしに会わないの。 53番先日お約束した件ですがなかったことにしていただけないかと1それはちょっとこちらはもう動き出しているんですから 2> 2そうですかではよろしくお願いしますでは具体的な内容が決まったら連絡してください 五十四番。あなた。なんてことをしてくれたのよ。一。はい。では説明しましょう。二。本当に申し訳ございません。三。はい。感謝の気持ちでいっぱいです。五十五番。しかし。 よく降るもんですね。一。ええ。傘はいりませんね。二。ええ。これで。五日目ですものね。三。ええ。月に二三回降ります。五十六番。一体。 いつになったら出来上がるんですか1すみませんいつになるでしょうか 2, 2すみませんもう少しだけお待ちいただけませんか3すみません待たせていただいていいですか